楽天寺場の次のお誘いもいただきました。次のお誘いは牡蠣祭りに行きませんか、牡蠣無料プレゼントね、アンパンマンショーありますと。いいことずくめでしょ。でこのいいことずくめの情報を私は感じたんで、今ね、3本ぐらい動画を撮って住宅展示場良かったですよってやるわけですよ。そうするとこういったハウスメーカーさんの広告活動にプラスアルファ協力することにもなりますんで、次から次へとね、まあ、久保さんこっちも紹介してくださいっていう風になるかなってとこですよね、はい。まあ、こういう風にやったことを真似ることっていうのはすごく大事で、真似た結果何が起きたかっていうこともやっぱりね、自分の行動の結果のコンテンツとしてこう発信するネタになりますんでね、 Facebook 書いたりとか Twitter ちょっと書いたりとかっていう風に日々活動すれば必ず有益なネタっていうのはできるわけですよね。それが人々の問題解決につながるから、人を稼がせることができるっていう道がやっと引けるわけなんですよ、ね。そういった形でね、言えば言うほどややこしくなるって言われたらね、もうそれまでなんですけども、私はね、何をやってどうなったかっていうことを 5W1H でいつもお伝えしてる、そんな動画ばかりだと思いますんで、いやこれが分かりにくいんだったらね、分かりやすくなるように情報の受け取り方をまた学んでいかないといけないところかなっていうところですね。その情報の受け取り方に関しましては私の速稼塾に参加されてですね、速稼塾のコンテンツを通じてメッセージいただければ分かるようになっていくと。そうすると情報の受け取る角度が非常にね、深くなりますんで、受信力が積み上がっていくってことになります。で、受信力が積み上がっていったら、今度は大事なのは発信力を積み上げていきましょうってことになりますんでね、受信もできるし発信もできれば集客ができてセールスができるということで、儲けのねルートができるってことでございます。よろしかったですか。以上です。いってらっしゃい。